親分はイエス様。パチ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 ピー、どん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 、パフパフパフ。毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました悩み、問題、依存症などはございませんか？ございましたら多少に関わらず聖書と交換いたしております。ということで FM 那覇から生放送をお聞きの皆さん、こんにちは。また FM 小座、 FM 宜野湾で収録でお聞きの皆さんもこんにちは。パーソナリティのしんちゃんです。ふみです。よろしくお願いします。親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエス様と出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。これからわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。これは本当にあった話で、彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について、音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも以前は問題を抱え、苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今苦しい思いをしている人に希望がある、人生やり直せるということをお伝えしたい、イエス様という素晴らしい親分を紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組ではキリスト教って何、教会ってどんなところ、という皆さんからの質問もお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp です。またユーストリームで音声と映像を配信しています。 FM 那覇のホームページから簡単に見れますのでご覧ください。番組では聖書を無料で配布しています。欲しい方はスタジオまで取りに来ていただくか、番組宛てにメールをいただければこちらからお送りいたします。はい、ということで今日はですね、はい、あの天国の話を、続きをね、続き、はい、天国と、まあ今日はちょっと天国と地獄まで行っちゃおうかなみたいな、はい、行っちゃいますか、ということで、はい、はい、一つ聖書の言葉をお願いします。はい、ヨハネの福音書14章1節と2節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。アーメン。はい、はい、あなた方は心を騒がせてはダメだと、はい、騒がせるなと、騒がせなくて大丈夫、大丈夫、はい、心配ないよと、はい、なぜなら、うん、なぜなら、はい、天国に行けるからですよね、はい、あ、天国に行けるから心配するなと、そういうことですよね、はあ、最終的には、最終的には、ね、最終的には最終的にはね、うん、あ、今ちょっと問題あるかもしれないけど、うんうんうん、最終的には天国だよと。そうなんですよ。あ、だから大丈夫だよ、心配すんなよということを言ってるんですね。はい、あ、この住むところがさ、たくさんあるっていうのがすごいね、なんかね、あ、住むところがたくさんあるってさ、もうそうですね、書いてありますね、たくさんあるって、俺クリスチャンになる前、この天国のイメージってさ、はい、なんかこう草とか葉っぱとか生えててさ、花とかいっぱい生えて、蝶々とか飛んで、はい、でそれだけかなと思ってた。確かに家があるイメージってない、 あんまりないよね、ですよね、うん、なんか極楽的なところは的な、うん、なんかでも家があるって、住まいが、うん、ね、でイエス様が、うん、このイエス様がね、あなた方のために私は場所を備えに行くのですって言うから、うん、まあ、ちょっと今建設中の家とかもあるわけでしょ。ああ、はいはいはい。工務店的な、はいはいはい、なんか。だから面白いね、聖書ってね。そうですね。今作ってんのみたいな。うん、ね。え、今作ってんのみたいな。あ、そう。俺の家も今作ってんだみたいな。ねえ。だからこの生きてる間に、うんうんうん、この人の生き方を見てる。かな、あ、ね、そうなんですよね、生き方を見て、うん、
あ、じゃあこの人はこういう家にしようかとか、うん、いろいろ神様がイエス様がやってるってことだよね、うんうん、いやーこういうのね、よくクリスチャンになって聖書読んで初めて知ったわ。そうですね、そうだよね、うん、普通世の中であんまり教えないよね、これ、うん、天国ってこういうとこだよみたいな、うんうんうんね、天国行った人たちの話聞くとあれですよね、うんうん、何その人の性格によって形が作られていくみたいな、うん、あそうなの、こう性格とか好きなものとかそれによって違うな、うん、なんかほら、あそうだよね、ハート型の大きい家とか、うん、なんか翼っぽいやつとか、あ、そんな形もあるんだそうそうそう、ね、天国だからね、うん、何でもありだろうね、はい、じゃあ心が曲がってる人はこの家が曲がってたりするのかな心が曲がってる、 ねじけてる人だぐるぐるぐる、天国にはいないんじゃない、あいないの、あそうか、大丈夫だはず、そこら辺は、ね、うん、あそうかそうかあそう、うん、ねえ、うん、じゃああれ車の形とかもあるかもね、ああ、確かに、うん、車の形、スポーツカーとかだったらちょっと窮屈だけどねそうなんですかそうなの、速そうだけど、速、そうだけど、はい、そうなんだ、面白いね、そうそうそう、あの天国に行って、帰ってきた人っていうか、こう生きたままね、うんうん、生きてる状態で行くんでしょ、はい、行って帰ってきて、うん、でこんなだったよっていう、うん、話結構ありますよね、うん、結構いっぱいね、うん、俺もこの間見たけど、で大体さ、みんななんか同じようなこと言って、そして帰ったらこれ伝えろみたいなこと、うん、ああ天国は実際にあるんだよ、そうそうそう、だからこの天国もあるし、うんうんうん、地獄もあるから、うんうんうん、だからちょっと生き方考えた方がいいよみたいなのが多いよね、そうですね、うん、そうなんだよね、何ちょっと難しい話すると、うん、うつらってほら肉体があって、はい、だけど肉体の中に、うん、霊魂っていうの、魂、うん、霊魂ね、があるじゃないですか、はい、それと同じように、うん、この霊の世界、天国、うん、地獄がある、うん、から、あ、はいはい、そう、それぞれの行いによって、うん、ってことですよね、そうですね、うんうん、だからね、うん、霊があるのに霊の世界がないわけないもんね、うん、で霊があるんだから霊のその住む場所っていうか、そう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 、そういうのもあるってことだよね、そうそうそう、はいはい、今日はねちょっとね、この、まあ天国についてね、また、あれ先週だった話したの、先週はキャンプの話ですね、キャンプだから、子供たち、先々週だね、うん、先々週に続いて、天国の話をしていきます、はい、ということでですね、曲を道真理命という曲をお聴きください。Thank you.
さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。新築、リフォーム、店舗改装などは真受け材木店にお任せください。木の香り、木の安らぎ、木のぬくもり空間を演出。手作りの椅子、テーブルなどの販売も行っています。有限会社真受け材木店。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。おやぶんはイエス様。はい、ということで、さっきのね、天国の話だけど、はいはい、天国ね、はい、霊があって、霊があって、うんうん、もう魂があるじゃないですか、私たち。そう、ね、人間には、うんうん、そうだから、その何、肉体には寿命があるんですよ、うん、肉体にはね、肉体には寿命があって、はい、まあ100歳ぐらい、まあ、うん、よくて、うん、よくてね、長くて100歳ぐらいまで、はいはい、しか生きられないじゃないですか、はい、だけど、はい、その後に行くところがあるんですよね。だからそれが天国、うん、まあもしくは地獄ですよね、はい、うん、だから何、生きてる間がに何するかが大事ってことですよね。あ、肉体、生き方、肉体はこの100年ぐらいで滅びるんだけど、うん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 、霊、魂っていうのは霊がこう残ってどっちかに行くわけだ、うん、天国か地獄か。そう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 、あ、だから生きてる間、うん、どういうふうに生きるかが大事だよっていうこと、うん、はあ、じゃあそれどうやったらそのどういうふうに生きるか、このいい生き方、天国に行ける生き方っていうのはどうやったら、どうやったら分かるんですか。それはもちろん、はい、教会に行くことですよ。ああ、教会ね、教会、はい、そう、どこの教会行ったらいいんですか。教会はですね、はい、沖縄ベテニアチャーチにぜひ来てください。あ、沖縄ベテニアチャーチは、はい、あの毎週日曜日、はい、午前10時から、はいはい、礼拝してますので、はい、あの那覇市のあけぼの3丁目にあります。はい、はい、詳しく説明すると、うん、58号線のあじゃ交差点から、はい、那覇港向けに入りまして、はいはい、2つ目の交差点を右に行くとあります、はい、ありますね、はいはい、分かりました。そう、そこに行けば、はい、天国に行ける方法を教えてくれるんですね。はい、まあ、教会って言ってもいろいろあるからね、交通安全協会とか言ったらダメですよ、ね、そうそう、チャーチの方で、チャーチの方ですね、はい、わかりました。そうそうそう、はい、はい、はい、那覇市あけぼのその沖縄ベタニアチャーチ、日曜日何時からやってますか。10時から12時まで、はい、はい、楽しい礼拝をしてます。はい、アメン。はい、朝来れないって人は、うん、夜7時半からもやってますので、お、はい、ぜひ来てください。はあ、じゃあ午前中はちょっと二日酔いで寝てたっていう人も、うん、夕方から礼拝できるんですね。はい、はい、わかりました、はい、そして礼拝の後には美味しいカレーもあるということで、カレーが、はい、あります。はい、牛すじカレーも美味しいですよ、とっても。牛すじカレーな、いいな、うん、いつも思うんだよね。本当いいよね。毎週もう普通に食べちゃってますからね。だから沖縄ベタニアチャーチの人たちいいね。いいかもね。いいよね。うん、毎週食べられて。え、なんであのしんちゃん牧師の教会もみんな美味しい、そうそうそう、食事作ってくれて、いろいろね、うん、うちもいろいろあるんだけど、うらやましいですよ。はい、うちのですね、ゆいまーる教会は糸満市アハゴンにあります。アハゴン東交差点のファミリーマートの隣の三角お屋根のかわいい教会です。芝生が
バーと芝生があってね、うん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 、そこの芝生で子どもたちも遊んでおります、はいはい、土曜日は子ども食堂やってます。土曜日の12時から、子ども食堂やってます。お子さん誰でも歓迎しますよ、一人でね、家で一人、あるいは子ども同士で食事しなくちゃなんないとかね、うん、そういう子どもさんいましたら、どうぞ連れてきてくださいね。はい、それから、日曜日は午後2時から礼拝をやってます。日曜日午後2時から、楽しい礼拝をやってます。そして、礼拝の後はティータイムとなってます。はい、ゆうまる教会でも天国地獄の話もしますし、いろんな話も、はい、こういう生き方の話もしますしね、うんうんうん、慰め励ましの話もしますし、はい、また楽しいお友達ができたと言って喜んでる人もいますね、うん、はい、ということです。はい、ぜひ、日曜日は教会に来てください。はい、はい、ということでね、あのね、うん、あのこの前ね、うん、教会の人とね、子供がね天国に行く映画を見たわけよ。そのさっき天国に行って帰ってきた人の話っていうのがいっぱいあるって言ったでしょ、うん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 、はい、これ結構あの実話でね、なんていうの、いっぱいあるじゃんそういうのが、うん、でこれの中でも本になってたり、うん、映画になってたりするのがあって、うんうんうん、天国は本当にあって見た、見ました、結構前にですけど、あれがねとっても良かったなと思って、ああちっちゃい男の子が天国に行く話ですよね、うんうん、うん、なんかさ、天国に行った話とかっていうとさ、うん、なんかちょっと年配の方がちょっと死にそうになって、うん、で天国なんか三途の川が見えてやっぱ引き返してきたみたいな、はい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 、そういう話が多いじゃないですか。 ありますよね、うん、あれちっちゃいなんか5歳ぐらいの子供がね、うん、天国行って帰ってきて、うんうんうん、いいんだよ ね、 いいですよね、うん、なんか思い出してきましたけど、思い出してきた、なんかその子は、うん、なんだろう、天国って行ったらすごいじゃないですか、うん、すごい、うちらからすると、うん、だけどなんか自然になんかちょろちょろって話してくるんですよね、そう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 、 もう天国こんなだったよみたいな、うん誰いたよみたいな、そう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 、どこ、ね、みたいな、うん、ね、あれでね、この天国にこの入れられる時に、うん、あのイエス様がねこの子供を迎えに来るわけよ、迎えにっていうか、はいはいはい、で 手引っ張っていくんだけど、はい、この時にあのイエス様がねこの子供にね、誰も君をいじめないよ、心配しないで、誰も君をいじめないよっていう、はいはいはい、不安そうな、不安そうっていうか不安じゃないけど、うんうん、子供に対してね、うん、あのそういうセリフがあってね、うん、これがねすっごくねあのジーンときたわけ、誰も君をいじめないよって、はい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 、だって子供とかさ、うん、こんなの聞いたら、うん、とっても安心だよね、そうですよね、大人もそうだと思うけど、大人もそうですよね、うん、誰も君の敵はいないよ、うん、誰もいじめないよって言ったら安心だよね、うん、だってそうだよね、大人は特にじゃないですか、結構不安が、いろんなところに行くと不安があるし、ね、うん、自分を守らなきゃみたいな、だからね、そうやって構えちゃうっていうかさ、うん、そうですよね、うん、こうちょっと肩肘張って生きてるような、この、まあ、人間社会っていうか、こういう人同士でこうね、うん、なんていう、やっぱそれぞれやっぱ自分を守らないと、守らないとっていう中で生活してるから、うん、やっぱある程度はしょうがないんだと思うけど、うんうんうん、でもやっぱそれって疲れるよね、そうですよね、素でいられないっていうかさ、うん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 、でも天国に行ったらもう素でいられるみたいな、うん、素でいられ、素直になれる、うんうん、もう本当に、あ、誰も敵対する人いないんだみたいな、うんうんうん、誰も俺のこと悪く言う人いないし、うん、誰も意地悪する人いないんだ、とっても慰めだよ ね、うん、あ、楽しそうですね、楽しそう、めっちゃ楽しそう、だってみんな友達なんだよ、うんうん、そうですよね、みんな家族、うん、他人がいない、他人がいない、うん、すごいよ、で素晴らしい、聖書に出てくる人とかさ、うん、あのなんかすごい人いっぱいいるじゃんね、ダビデとかさ、うんうん、アブラハムとか、うんうん、ああいう人たちにも会うことできるしね、あ、そう、あ、それですよ、楽しみなのが、楽しみだよね、うん、ちょっと聞いてみたくない、いろいろ、うん、いろいろ聞いてみたいです、いろいろ聞いてみたよね、うん、
アロンとか出てくるけど、アロンとかあのいろいろ出てくるけどさはいはいはい、いやちょっとアロンさんちょっとひげ触っていいですかとかさそれそうなんだなんかまあそのなんか象徴的ななんかいろいろあるじゃんね、うん、いろいろちょっとイエス様ちょっと手本当に穴開いてんですかみたいな、ちょっと指入れていいですかみたいな、うん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 、なんかやってみたよね。そうですよね、うん、あのイエス様のお母さんとかにも会ってみたいし、会ってみたいね、どういう心境だったのみたいな、どう、ね、そうだよね、十字架に目の前で十字架かかったんだからね、うん、お母さんの時どんなでしたみたいな、うん、どうでしたってどうしたでもさ地上だったらさ泣くんだろうね、うん、地上だったらあの時はもう息子がって言って、うん、でも天国だから泣かないよね。ねえそうなんだよね、悲しみも涙もないっていうから、うん、それでほら先にほら僕たち教会にいてもさ、うん、こう先に召されて天に召される方とかもいるじゃないですか、うんうんうん、ああいう人たちにも会えるしね、うん、また、うん、で、あ久しぶりだねって言って、そうですね、一緒にお話もできる、うーんこういうのもいいよね。ねえ、うん、でみんなお友達、うん、でみんな誰も敵がいないというですね、うんうん、すごいいいとこだよね、うんそれでね、あのね、もう一つ言うんですよ、はい。何も心配いらないよって言うんですよ。あ何も心配いらないって言うよね。うん、なんか、みんな何か心配して生きてるでしょ。そうですよね。いつもね。うん、いつも何か心配だよね。経済的な面もありますしね。そうそう。健康でもそうでしょ。うん、仕事のこともそうだし、うん、やっぱ人間関係もそうだし、なんか心配してる。いつも。必ず、うんうん、でもそれがないというですね、うん、心配しなくていいよっていうのがいいなと思ったんですよ。うん、ああすごいなって、そういうところなんですね。うん、だからね、うん、それでこの天国に最終的にさ、うん、行けるから、うん、安心っていうかね、うんうんうん、その天国が心配ないところだから、うん、そこに行くでしょ、うん、さっき言ったように人生100年ぐらいだけど、うん、その後はずっとそこで延々と、うん、そこで生活するから、うん、だから別に今ちょっと我慢しとけばいいかみたいなのが出てくるよね、うんうんうん、ああそうですよね、うんうん、だからこの何ていうの、心配いらないっていう、天国に行ったら何も心配いらないよっていうのが、うん、この地上にまで影響を及ぼすっていうか、うん、今の生活にも、あ確かに確かにね、うん、あ天国こういうとこだから、あ大丈夫だみたいな、うん、でこの地上でもなんとかなるだろうみたいな、うん、大丈夫的な考えができるようになっていくというのが、うん、あすごくいいなと思ったんですよ、うん、希望がありますね。あるよね、うん、なんかほら天この地上で全部終わりだったらさ、うん、全部終わりだったら、うん、じゃあこの地上で全部やらんとみたいな、うん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 、うまくやらないとみたいな、あ必ず失敗できないみたいなさ、一回しかないし、うんうんうん、一度きりだからね、うんそうですね。でだけど、ああそうかって、うん、天国で永遠に生きるんだったら、うん、別に今なんていうの、このぐらい我慢できるなみたいなのがあって、うんうん、それはすごいありますよねえ、うん、なんか心配して生きてるからさ、うんねえ、はい、未来がね、心配しないで生きていくっていうのはいいですね、うん、はいはい、はい、ですね、はい、なんという喜びという曲を聴いてください。
幸いと恵みとあがないの喜び歌となり溢れる我が歩み我が歌救い主お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。新築、リフォーム、店舗改装などは真受け材木店にお任せください。木の香り、木の安らぎ、木のぬくもり空間を演出。手作りの椅子、テーブルなどの販売も行っています。有限会社真受け材木店。NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。親分はイエス様。はい、ということで、はい、天国行ったら何も心配いらないよということなんですけど、はい、ですね、聖書をお願いします。ルカの福音書16章19節から。16章の、はい、19節からですね。この金持ちとね、金持ちと貧乏人のね話があるんですけど、9節から。あ、19、あ、19節、16章19節から。ある金持ちがいた、うん、紫の衣や柔らかい甘布を着て、
毎日贅沢に遊び暮らしていた、うん、その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた、うん、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。続けます？このぐらいにしとこうか。はい、うん、これ死んだ、二人とも死んだんだよね、金持ちと貧乏人が、貧乏人が、で、はい、金持ちの家の前でこの貧乏人がいつも寝てたんだけど、うん、だけどこの金持ちは、うん、その貧乏人が寝てんのも知ってたと思うけど、うんうんうん、まあ、なんていうの、顧みることなく、うん、自分はもう金持ってるからじゃんじゃん、うん、じゃんじゃん贅沢に贅沢に、うん、遊び歩いてたってんだよね、はいはいはい、で2人とも死にました、うん、そしたら金持ちは、うん、金持ちは、まあ、地獄みたいなとこ行ってるわけだよね、これね。うん、そして、この貧乏人はね、天国に行ってたって言うんだけど、うん、これ死んでからの話だけどさ、うん、この地獄に行った金持ちがさ、うん、ちょ、助けて助けてって言うんだけど、うんうんうん、いやいやいや、もう無理ですよって、うん、死んでるし、うん、もうこっちには来れないよって言ってるわけだよね、うんうんうん、もう無理だよって、うん、はぁと思ってね、あ、死んだら遅いよっていう、誰でもみんな死ぬじゃないですか、必ず、はいはいはい、必ず死ぬんだけど、うん、これこのなんかいろいろね、この生きてる間にいろいろなこと聞くと思うんだけど、うん、それでもさ、うん、いろいろアドバイスを受けたりさ、うん、こういう風に生きた方がいいよとかっていうのを聞いたりすると思うわけよ、うんうん、だけどいやいやいや、俺の人生だから関係ないでしょって、って言って多くの人は生きてるよね。俺もそうだった。いや、俺の人生は俺の勝手に生きるよみたいな、うん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 、だけど、うん、それいいよ、それでも、うん、この人生100年で終わるんだったら、うん、でもそっから先がありますよって、うん、で死んだ時に、うん、もう死んでから、うん、ああごめんなさいって言ってももう間に合わんよっていうことを書いてるんだよね。はいはいはい、もう間に合わないわけです。もう間に合わない、はい、はい、これ、うん、ねえ、大事、大事だよね、うん、これ考えることって大事ですよね、本当に、うんうん、人間だってねえ、神様から生を与え、そうそうそう、ねえ、与えられて、うん、だから僕ももう本当に好き勝手に生きてきたんだけど、うん、この聖書を読んでさ、うん、この好き勝手に生きたらダメなんだっていうのを知ったわけよ、うん、はいはい、でその好き勝手に生きても幸せにならないよっていうのも知ったわけ、うん、あで、うん、せっかく神様がさ、うん、こういうふうに生きなさいよって、うん、そしたら幸せになりますよっていう、うん、計画を立ててるのに、うん、そこに逆らって生きてるわけだよね。そうですよね。そしたら幸せになるわけないですよね、うん、それで、でも自分で自分の好きなことやる方が幸せだと思ってるわけです、うん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 、でもその結果はこの金持ちと一緒ですよ、うん、だから僕はまま、いやいや俺の勝手だろって言って生きてたら、うんうん、もう、はい、さよならってことになってたわけですよ、うん、そうですよね、だからよかったなと思って、だからね、本当に教会につながってよかったわと思ってさ、うん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 、はい、そうね、死んでからでは遅いよという、うん、これ、うん、
貧しい人ラザロ、うん、の話を見るとでも慰められますよね。だからね、うん、すごい地上では、うん、生きてる間はいい生活ができなかった貧しかったけど、うん、ね、天国では、ね、慰められてるって、うん、これあれみたいですね。パトラッシュじゃなくてパトラッシュ パトラッシュ犬か犬ネロみたいですね、うん、フランダースの犬、うん、あ、フランダースの犬なんか最後天使が迎えに来るんだよね。ねえ、なんかそれみたいですね。そうね、あ、そうね、そんな感じだよね。うん、うん、なんか、うん、だから生き方が大事だよっていうことだよね。うん、そうですね。まあこの天国と地獄っていうのさ、うん、死んでみないと分かんないんだけど、うん、まあね、うん、俺たちも見たわけじゃないじゃん、ね、うん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 、死んでみないと分かんないけど、うん、死んでからじゃ遅いから聖書があるわけだし、うん、ああ、そうですよね。うん、教えてくれてるんだよね、ちゃんと神様が、うん、死んでからじゃ遅いから、うん、ああやって子供がさ、うん、天国に行って帰ってきて、で、あの、なんていうの、この子供が知ってるはずのないことを喋り出したりさ、あ、はいはいはい、おじいちゃんに会ったよとかさ、うん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 、あの、僕にはお姉ちゃんがいたでしょとかさ、うん、ね、え、その場面感動でしたね。だからね、うん、あの、ああいうことはさ、やっぱ死んでからじゃ遅いから、うん、神様がそうやって生きてる人に伝えてさ、うん、だからちゃんと生きてよっていうことを言ってるんだろうなと思うわけだよね。はいはいはい、うん、なんか言ってますよね、聖書でも、うん、なんか善を飽きないで、うん、行い続けなさいって、うん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 、失望せずにいれば必ず刈り取りができるよって、うん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 、言ってますもんね。そうね、うんうん、いいことして、いいことしてって、うん、や、まあ、や、あの、疲れちゃうけどね、疲れる、でもそれでもあの、うん、やりなさいよっていうことでしょ。ねえ、なんか不毛にたまに思えちゃう時があるじゃないですか、うん、正しいことしてもね、でも失望しないで大丈夫アメン言ってくれてる。アメン、うん、ね、天に宝を積む話があるでしょ。はいはいはい、あのマタイの6の19から、はい、マタイの福音書、読みます、うん、読んでください。マタイの6の19、はい、の、19からですね。19から19、20、21までいきましょうか。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい、うん、そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。アーメン、アーメン、アーメン、うーん、はいはいはい、はいはい、だから自分の宝を地上に蓄えるのやめなさいって、うん、要は一生懸命さ働くのはいいんだけど、うん、お金とかね、うんうんうん、まあ、お金だけじゃないと思うけど、うん、この自分の力とか、うん、才能とかいろいろあるよね、うん、こういうものを、うん、自分のを喜ばせるためだけ、ね、使ってたらダメだよって聖書教えてんだよね。そうですね、うん、そこではこれね、サビになっちゃう、傷に盗まれたりもするしね。盗まれたりしちゃう。うん、またいくらこの、なんていうの、才能があったりとかさ、うん、スポーツ選手みたいなのでめっちゃサッカーうまいとかさ、うん、いろいろそんなことがあったとしてもさ、うん、なんか突如として、うん、思いもよらないことで、うん、のその選手生命がみたいなこともあったりもするわけじゃないですか。そうですよね、うん、だから生きてたら何があるかわからないでしょ、うん、確かに、うん、だからそれをね、自分のためだけにっていうのは良くないよって、うん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 、例えばさ例えば野球やったり、うん、サッカーやったりとかしてる人でもさ、うん、このよく子供たちすごく愛してて、うん、この子供たちになんか一生懸命伝えたりしてる人とか、うん、いるじゃないですか、うんうんうん、ああいう人見たらね、すげえかっこいいなと思うわけよ。はい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 、ああいうのってとっても神様喜ぶと思う、ね、ああ確かにだよね。うん、子供たちに夢与えてますもんね。そう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 、夢与えたりさ、うんうん、でこのサッカーならサッカーを通してさ、
大事なこと、うん、生き方の大事なことを教えたりとかするじゃん、うんうんうん、絶対負けるなよみたいな、うん、あのなんかできるって信じ続けろみたいなのとかを教えるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのすごくいいなって思うわけよ。本当ですね。あれって天にだから積んでるよね、うん、ああいう生き方だよね、うん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 、で、あのねこの霊の世界があるって言ったんだけど、うん、霊の世界だよね天のことって、うん、天国とか、うん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 、でこの天の預金通帳っていうのがあって、うんうんうん、でそこに天に宝を積みなさいって、うん、天に宝を積むことやってたら神様、まあ、要は神様に喜ばれることやるってことだと思うけど、うんうん、そしたら預金が増えていくということです、ね、通帳が通帳が額が上がっていく、うん、ああいいね、そうですね、はい、うん、まあこの地上の預金通帳はあんまりないかもしれないけど天の預金通帳がね、うん、はい、あ、いやいやいや、それが大事ですよ。大事だよね、うん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 、でも例えばさ、例えばこれ、うん、天に宝を積むって、うん、他にどんなことある？天に宝を積む、うんうん、いいことすること、いいことする、うんうん、例えば、うん、うん、何がある？助けてあげたり、うんうん、弱い人って言い方もあれだけど、うんうん、まあ、経済的に困ってるとか、困ってる人、病気してるとか、あ、体不自由とか、病気、うん、の人を助けてあげるとか、うんうん、まあいろいろあるよね、うん、悩んでる人に寄り添ってあげて慰めてあげるとか、あ、話、うん、相手になってる、うん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 、そういうのもそうだね、うんうん、なんかいろいろあると思うんだけど、うん、そうね、そしたら預金通帳が、預金が増えてって、うん、って言ってね、うん、でこれが天国に行った時に、うん、このいいお家、うん、最初にお家ができてるよって、作ってるよって今言ったけど、うんうん、このいいお家ができてたり、うん、天国でいい家に住める、うん、もうちょっとなんかもうちょっとイエス様の近くに行きたいなみたいな、うん、神様の近くでもうちょっと、うん、景色がいいとこでとかさ、うん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 、例えばその、さっき言った、羽の形してる家が欲しいみたいな人だったら、うん、この羽がちょっとかっこよくなっていくとかさ、うん、かっこよくなっていくはいはいはい、なんかそういう、天国でねご褒美があるっていうかね、うんうん、でこれがまたね、あの天国だけじゃないんだって、天国だけじゃなくて、うん、この地上においても、うん、イエス様はこの地上でも幸せになるよって言ってるわけですよ、はいはいはい、だから天国にね宝を積んでって貯金してったら、うん、この地上でもさ、うん、下ろせるっていうかね、 お祈りがあるから、クリスチャンには。そうですね、クリスチャンだったらお祈りするでしょ、うん、そして祈って求めたものは何でもすでに受けたと信じなさいって、うん、イエス様言ってるからね、うんうん、だからこういうのがね、いろいろ神様も言うこと聞いてくれるでしょ、やっぱり神様に喜ばれることやってたら。そうですね、うん、天国の倉庫からいろいろもらえるんでしょうね、うん、倉庫があるらしいからね、ね、倉庫に、天国に、僕たちが祈って求めたら与えようねと思って予定してるものがいっぱいあるんでしょ。そうなんですよね、うん、うん、何でもあるって。結婚相手とか、うん、お家とか、うん、車とか、うん、お金とか、うん、健康とかね、なんか、うん、臓器とかもあるみたいですよね。臓器じゃないよなんかほら体のどっか悪い人が、心臓とか悪かったら、ね、うん、祈ったら、うん、それが健康なのが与えられる、ね、だからあれ天国から来るんでしょ、うんうんうん、ストロンって、うん、ああだからね、うん、すごいなと思いますよ。すごいすごい、うん、はい、だからこの蔵があるからね、うん、この天国にストックがあるから、うん、これをなんていうの、下ろすことができるっていうか、うん、いいね、クリスチャンね、いいですね、うんうん、でここにね、名前がね書いて、こうほら宅急便の札みたいなのあるじゃないですか、うん、住所と名前書いてあるでしょ、うんうん、ああいう札が貼ってあって、うん、いっぱいこの置いてあるらしい、うん、うん、
そうなんだ。そういっぱい置いてあるのここあの送り先。そうそう、うん、このフーミーとか書いてあってさ、うんうん、ここになんかいろいろあるんだって、うん、こうピアノがあったりとか、うん、なんかがあったりこう、うん、いろいろあるって、あ、うん、そういうものがあるんだけど、うん、ちょっとあのね取りに来ない人が多すぎて、はいはいはい、困ってるらしいわ。あ、天国の本当倉庫の番人が。もったいない話ですね。 それは、うん、どんどん増えていくなぁなんて言って早く取り来ればいいのになって。あ、だからね、そうだね、もったいないね、うんうん、はい、ということで、はい、今日天国と地獄の話してるけど、まあ天国に行った方がいいよねっていう話だよね。そうですね、まあ、地獄に行ったらずっとこう焼かれてさ、熱い熱いとかって言って、うん、これがあのね、熱い熱い熱いって言って行くのは嫌じゃんね。だって嫌ですよ、うん、寒い寒い半寒いですぐらいだったらいいけど、はい、だからね、うん、天国で幸せに生きた方がいいですね。はいはい、ヨハネの福音書14章6節、はい、ヨハネの福音書の、14章の6節というところを、今日はいっぱい聖書を読みますね。サービス、大サービス、はいはい、14章の6節、はいはい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あーアーメン、ね、はい、あのね、あの生き方っていうのをさ、うん、生き方が大事だよっていうのを言ってきたけど、いろいろあのまあ人に喜ばれる生き方とかさ、うん、人助けとか、うん、そういうの大事なんだけど、でもこのあのそれだけじゃなくてね、この聖書を読む、聖書を読んで、うん、でイエス・キリストの言葉に従うっていうのがある、うん、ほらなんかいい人だって自分いい人だって思ってるじゃん大体の人が。ああ、うん、自分が一番正しいと思います、ね、正しいと思ってるじゃん、うん、でもこの世の中おかしいじゃんね、うんうんうん、正しい人ばっかりなのになんでおかしいのって話でしょ。だから、うん、あの絶対正しいっていう基準っていうかさ、うん、そういうものを、うん、持った方がいいよ。あ、はい、そうですね、うん、でこれが聖書で、うん、聖書っていう基準を持って生きてったら、うん、本当にいい人、いい人っていうか、まあいい人じゃなくても、うん、いい人みたいに生きられるっていうか。あそうですね、うん、でいい人になっていくよ、うんうん、でイエス・キリスト信じたら、うん、で最後には、うん、あの天国に行くことができて、うん、ハッピーエンドと。あ、私ハレルヤ、ね、うん、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことできない、ね、だからね、うん、誰も行けないって言うんだから、うん、ああ、まあ、イエス様がね、うん、全部罪背負ってくれたからね。アーメン。そうなんですよね。アーメン、うん、はい、はい、そうね、うん、はい、今日は天国の話をしてきました。はい、はい、僕も自分をいい人だと思ってたけどでもそうでもなかったということがね、うん、はい、分かりました、うんうん、はいはい、ではですね、はい、最後に、あ、最後に、最後に、最後に、うん、あ、最後に、最後のはもう読みました。読みました。はい、はい、このですね、あのイエス・キリストとかね、聖書とかね、このどうやって生きていったらいいのか、どうやったら天国に行けるのかっていう話をね、はい、あの聞きたい人は、はい、沖縄ベタニアチャーチに、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、日曜日の10時から礼拝をやってます。はい。はい、じゃあ今日は、もう時間なのでこんなところで。ラジオをお聞きの皆さん、今悩んでいる人、苦しんでいる人はいませんか？家族、友達、学校、職場などでの人間関係の問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存など依存症や精神的な病で悩んでいる方、苦しんでいる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。でもイエス様を信じることによって、教会に行くことによって、希望に満ちた楽しい人生を歩んでいます。こんな私たちでも変わりました。あなたも必ず変われます。聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アメン。
イエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。何でもできる本当の神様イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなたは愛されてます。アメン。番組では国際ギデオン教会の協力により聖書を配布しています。 FM 那覇、FM 小座のお近くにお住まいの方はスタジオまで取りに来ていただければその場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は番組宛てにご住所、お名前を記載して聖書ちょうだいと送っていただければ、メッセージを送っていただければこちらからお送りいたします。もちろん無料です。また YouTube にもアップしていますので、親分はイエス様と検索してください。はい、今日もあっという間の1時間でしたけど、皆さん最後までのお付き合いありがとうございました。それでは1週間元気で過ごしてくださいね。また来週お会いしましょう。親分はイエス様。